はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。金馬将サイコロの旅続きでございます。連合をですね、下手に組んでしまったせいで、やっぱりですね、なかなか攻められない状況になってしまいました。ものすごい勢いで攻めてまいります曹操軍。ただ攻めてくれば来るほど曹操軍の兵も減ってくるというもの。あとは劉備と孫権が耐えられるかといったところですが、劉備は結構ね、悠々とやってますね。悠々というか伸び伸び斎曹に攻めたり、あ、城陽取りましたね。取りましたよね。城陽じゃなかったですよね。城陽じゃなかった、城陽はなかったですよね。あれ、いつの間に、やっぱ美味しいとこ取ってんな。劉備はなかなか良かったんですね、連合で。で、まあ孫権がやばそうですね。まあそんなこと言ってられない、人のことは言ってられない私たち、次の目的地は武漢だ。武漢を何としても取らなければいけない目的地だから。しかし洛陽にガンガン攻め込まれてるところ、ここをですね、また土木ですね、きっちりやっていって、簡単に攻められないようにしなければいけない。今回こそ武漢攻め取れるのか取れないのか、あ、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。あ、動くか。神竜2万どうせまたあいつでしょ。加工のエンちゃんでしょ。ほら来た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 。エンちゃんね、一旦でコローカン抜けてくるのよ、エンちゃんは。これが困るのよ。おっと、ローマ使者、戦術論統率プラス10、誰にやろうかな。馬長にそのまんまでもいいんですけどね。抜けてきて長考をやるって言い出した、この野郎。報告いたします。どうしようかな。これ相手したくないから、一回洛陽に引いて、その後建築を続けたいですね。馬長、誰を捕まえた、あ、養父か。養父は剣王ですね。これ剣王は絶対無理ですよね。あ、でもあれか、第二軍団が取る場合がある。第二軍団の都市であれば、うん、まあ、洛陽を第二軍団にするっていうあれはないですからね。遮断、覚悟はできています。この戦い終止符を打つ、馬長の勝ちだ。で、加工園どうするの、これどこまで来るの。え、楽を攻めちゃうの。あ、やりたい放題進んでくるな。やばいな、陳竜からまた攻めてくる。めっちゃ楽を来る、しかも奉仕ばっかり。僕らが奉仕嫌いだって言ってるのに調子こいて。ああ、まあでも楽よりぶつかってくるんですね。これでしたら、ご確認ください。平坦切りに行きましょう。洛陽から出していきましょう。おっと、加工園移動してる。んでもこちらも移動していきますよ。後ろ切れるかどうかというところで、加工園馬長一騎打ち、これは名勝負。なんといってもですね、馬長が攻めているところ、加工園が援軍に来て馬長を蹴散らしたなんてこともございます。この明星の前に散るがいい、散るがいい。清涼の金馬長水産、清涼の金馬長水産、バチコイ、おお、でかい。馬長の一撃あまりにもでかい。これはあー、KO までいかないが、馬長のんー勝ち阻止だ、んー勝ち阻止だ。うわ、ゴスッと減らしていきますね、士気を。しかし平坦ギリギリ切れないという状況。ここで新鋭戦艦出して撃滅していく。捕らえたぞ、よし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 。あのスーパーカーみたいな速さ、スーパーカーみたいな速さって今言うのかっていう感じですけどね。あれを止められるんだ。聞いてくだされ。馬上戻りました。
花公園捕らえた。これは初段しかないんだ。初段。くそくそ。よし、これでビンビン飛んでくるやつが一人減りましたが、何でしょうかこれ。古老家にたっぷりと兵を入れ始めた。なかなかご確認ください。ここの防衛は難しいぞ。進軍せよ。あと楽よ、投石台一つ完成いたしました。めちゃめちゃな数なだれ込んでまいります。何でしょうかこれは。我々が何をしたってんだこれ。本当次から次へとね、奉仕を持ってきますよね。我々の好みを知ってるかのごとく。さあ戦力を倒せるかどうか。この命おっと連携、これは新戦が入っている。すごい、後ろの2つはワンパンキルだ。そうへワンパンキルで戦力は混乱ですね。言うことない、これはいけるでしょう。よしよしよし、またでも後ろからやってきてるな方針。ただいいですね、投石がいい感じダメージを与え続けている。聞いてくだされ。シュレイ撃破、捕らえた。シュレイは取りたいな。馬長統率上昇、誰が捕らえたかな。シュレイで来ました。これで積みだ。積みってのもおかしいか。これはシュガイ親子かな、どうなのかな、誰が捉えたかな。あ、いいですね、両方とも長江ですね。馬長だと陳橋のとこ行っちゃうと陳橋の大守が剥がれちゃうんで、よかったですね。主外は別にあれなんですね、主礼の子とかではないんですね。お、1万6000動かす。この後に及んでまだ出るというか、あ、巨長こちらに来る。で長江捕らえて、これは陳橋のもとに置いていきます。どうせ来ないでしょ。まあ一応といよ。主外はダメ、主礼は共に行こう。おーほほほい、俺は随分あっさり来ましたね。主礼手間が省けリング、え、フォリアリング門からぶら下げろ。芝居と二人でアメリカンクラッカーだ。コン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 だ。あっとっとっと、なんかでも入ってきたぞ。招かれざる客だ。ほんとこれひっきりなしに来るつもりですね。これ何、何をどうする気。これしょうがないな、カウンター行くか。長安カウンターで出します。このまま巨長を倒していければ行ってしまいたいところ。でここは入ってきましたね、バッチリ入ってきて火をつけるがちょっと食らった。報告いたします。強いんだよな、なんでこの強いの。ここで我々の領地なのになんで2700もあるんだこれ。やっぱ山で触っちゃダメだなこれ。山だわ。どうした、逃げるか。わかった、どうせね大したことできないんだから。お、漢中いつの間にか龍将取りましたね。すげえど根性、曹操から都市を取るなんて。あ、でも今回の連合じゃ結構成功してるんですね。上陽取って漢中取ってすごい押し返し。だがしかし孫権だけはピリッとしない。ここも取られたんじゃないかな。ここはまあ孫権のことはどうでもいいか、そそけそは。うん、で巨長ですね、ここ平坦切れるかどうか。どう進んでくるのだい巨長くん。ああ巨長くんいけないね、それじゃ平坦が切れてしまうよ。巨長崩壊に一騎打ちかけるんかい。崩壊を前に出すんじゃなかった、宝徳のバカ息子。あー死ぬ、いくらでも相手になるぞ。これ死ぬぞ、いざ尋常に勝負。巨長の強さはむちゃくちゃなんだ。まつこい、くらえ。2号切るか。1号目ってあの辺らしい、もう飛んでもよかったぐらいやないの。うわー、がっつり減らされた。これ見えるんじゃないですか。というところで平坦切ってしまった。残念、巨長対馬長のですね演技の名勝負出るかと思ったんですけど、そう簡単にはいかなかった。
さあ来た、新鋭戦艦単発か、かわせると思うな。ボッコボコにしていきましょう。逃げられんぞ。巨長撃破、捕らえたぞ。誰だ捕らえたの。バウン力か、バウン力大事にしていこう。少し、お、龍将死んだ。疲れました。龍将が死ぬと次は龍海、誰だろう。ちょっと予想してみましょうか。龍海、あとなんだっけ、龍潤、そんなもんか、どっちかか。龍潤だ。龍潤はいいやつですよね、確かね。聞いてくだされ。あの楽城をあれですよね、最後まで守ったのが龍潤と、龍潤と龍海か、2人で守ったんですよね。ただ演技ではなんだっけ、超人とかあっちの方があれですよね、クローズアップされてるんですよね。またね、編集時にね、あの補足入れますね。ほんと適当だから。もうありったけですよ、ありったけ武漢にぶち込んでいこうと思います。もうこっちの西北の方は天水を残して全部絞り取れましたね。どれくらいいったかな、7万8万ぐらい。ご確認ください。武漢最大で5万に対して7万8万ですよ。しかも入れるの4部隊だけですからね、これ7、8万投入ですよ。もうこの後のこと僕考えてますから、ひどいことになるんだ絶対これ。多分取った瞬間カウンターとかね、普通に来ますからね。さあどう来る、縁の人たち出ては来ない。門の外に出てこないならちょっと光が見えてきた。武漢を壊せるのか壊せないのか。でローマから帰ってきた。何をくれるんだい、レギオン。先方の発動間隔までの間隔を短縮。先方すぐ出るよ。よし、いいよ。ちょっとずつこれ曹操軍よりも強くなっていくよ。いやこれじゃまだまだ足んないんだけども。おっと、落葉動いた。全部で9万だ。これはきつい。でこれ動き出してからねだとね、もう古老間の距離にはもう勝てないのよ。わ、すごいな、やばいな、これかなりやばいよ。大変なことになりました。守りきれるのか楽よ、そして攻め取れるのか武漢。なんかどっちかといえばね、ちょっと楽よみたいですね。うまくいくかなっていう感じですけどね。多分そうですね、ここに進んできますよね。でこっちに進むのがどれだけいるか。こっちにかけました守備は。どうせねこっちに行くだけ行って楽よに突っ込むと思うんですよね。だからこの文兵さえ止めればなんとかなるかなと。お、戻る。あー、でやっぱりそうだ、こっちから来てこんな感じですね。歩を取ってこちらに向かってくる。これは平坦切れないな。このままパワープレイで行くしかないのか。うん、強いっすな、強いっすな。これは宝石3台入ってるのに、なんじゃこれ。聞いてくだされ。いや、どう守ったらいいんだこれ。あっちで守ってるよ僕ら。これでもラクヨがやばいですが、このターン武漢突撃いたします。武漢は出てこない。俺は武漢は取れるが、ラクヨと交換なんてことになったら大変だけども。さあ突っ込みます。いけるのか。おい、眼光は2本でいきます。お、挑発入れた、挑発入れたけど容疑、容疑いってしまう、容疑いってしまう。ちょっとフェードアウェイ挑発じゃダメだなこれ。報告いたします。まあそううまくいかないんだけど。さて落葉、ここは激戦。投石台頼みですね。ほんと投石台立てられるのって本当にね助かりました。猛犬とかね、優秀な人材、やっぱりね諸葛亮が言うだけある。うん、出世するな。そして武漢ですね、ここはがっちり刺さっていく。しかし容疑がいっちゃいそうだ。ここに集中してしまった。あとは馬体ですね、馬体頼みとなっております。どうかな、結構席ね、ほんと硬いですからね。この兵器がやられちゃうと結構どうにもなんないですからね。
行ける気がしないもんな。さてどうなるか、一応変数見てみましょうか。我々189,000、やや増えましたね。こちらの方が優勢ということ。しかし曹操も増えている。どういうことなんだこれは。曹操は結構やられてるはずなのに。で、劉備の勢い強いですね。再走に向かってますね。調査のこのルートで行く。ただ武将強いですね。諸葛亮、そして趙雲、荘園、馬謖、孫昌公もいる。あ、孫昌公もいる時代だ。なるほど。で、孟獲もいる。なんで孟獲いるんだろう。で、龍潤ですね。龍潤山を降りてきた。城陽に攻撃だ。あとは我らが洛陽を守ればいいということ。さあ次回どうなるか。今回も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンをグッドお願いいたします。それじゃみんな、またんごー。